和田数和は、日本の実業家、経営コンサルタント。元八尾藩代表。上海国際経営塾塾長、福岡大学経済学部非常勤講師。静岡県熱海市の八尾屋、八百藩を30年で世界的な流通、小売業、国際流通グループや尾藩にまで発展させたものの、最終的には経営破綻させた。神奈川県小田原市生まれ。 商人の家庭に育った。終戦直後、日本大学の余科に入学。終戦直後に大学に入学したのは珍しい例であったが、これには母親のカズが教育熱心で子供全員を大学に入学させたがっていたのが関係している。しかし、日本共産党の過激な学生運動グループの先方を担ったことから退学処分を受ける。 商人を主戦奴と別死するなど共産党の思想に染まった和田を心配した母は自身が信仰していた新宗教成長の家の道場に連れて行き結果として一夫は改心した共産党は傷だらけになりながら脱退した1950年の熱海大火により実家の八百屋を消失するこの時和田が保険の増額手続きを忘れるミスを犯したため 保険金は、わずかしか手に入らなかった。日本大学経済学部卒業後の1951年、両親の営む八百半商店に入社。1953年、妻きみ子と結婚。1950年代の観光ブームで新築、増築ラッシュが起こり、顧客の旅館から拡張費用の支払いで資金繰りが厳しいので支払いを。 延期させて欲しいと頼まれたことから、八百屋の売上は順調であったにもかかわらず資金繰りは逼迫していた。この資金を埋めるために借り入れの金利が発生し、旅館の大口購入に対して値引きを行うなど、旅館と取引するほどに利益を出せない状況が続いていた。和田はついに旅館との取引を廃止し、1956年に現金安売りかけ値なしで、 セルフサービス方式の食品専門店に業務内容を変更。旅館の客は離れたが1年1ヶ月で黒字転換した。仮の川台風が発生した際には、強風の中で小田原市の市場に車で駆けつけて仕入れを行い、他の八百屋が商売どころでなかった中で通常価格で商品を販売した。1962年、和田は アメリカの流通業を視察するセミナーに参加。当時アメリカの流通業は世界の最先端を行くものであり、アメリカの流通革命を目の当たりにした和田は800、半のチェンカを父の両兵に提言。1968年、800半デパートに解消し社長就任。1971年、日本の流通業の海外進出第一号として、ブラジル進出。 1989年、ヤオハンデパート会長。同年、持ち株、会社ヤオハンインターナショナル設立、代表取締役会長となる。さらに香港に、グループ総本部を設立。1990年、家族と共に同地に移住した。1996年、総本部の上海移転と共に、上海に移住。1997年、 上海市営予市民賞を受賞するも、経営危機に伴い、日本に帰国した。同9月に、ヤオハンジャパンが経営破綻。和田は、ヤオハン関連のすべての役職から辞任、ヤオハングループは崩壊した。2000年、福岡県飯塚市に移住。経営コンサルタントを務めるほか、著述や講演、講義などを行う。2004年、上海に移住。 中国企業や中国関連プロジェクトの顧問などを複数務めた。長年、新宗教、成長の家を信仰する。旧八オ藩の社税も同宗教の教義に基づいており、1960年から新入社員教育に成長の家の理念が取り入れられ、川口湖の錬成場での合宿も行われていた。世界中で新店舗が開店する際には、社員と共に行う。 成長の家の祈りが欠かされなかったという。1981年には成長の家栄える会会長に就任している。教団本部の理事長まで務めたが、成長の家本流運動の原型となる処意、日田級派によって1982年に辞任に追い込まれた。泉の山西康明代表取締役社長は実の兄弟にあたる。和田は中国に対し、 中国への思い入れというか、ご恩返しということがあります。中国は日本との戦争で、あれだけ大変な目にあったのに、日本を分割統治することに反対し、一切の対日賠償を要求しなかった。一番被害を被った国が賠償を放棄してくれたおかげで、戦後の日本は繁栄できました。だから、この御恩はくれぐれも忘れてはいけません。ですから、 私は、その恩ある国が困っているのを見て、私にできることはないだろうか、中国のご恩に報いる道はないだろうかと考えて、香港への移住を決意したのですと述べている。2019年8月19日午前2時54分、老衰のため、伊豆の国市の自宅で死去。90歳没。ありがとうございます。